つて人形だった少女がいた。少女は神に身を捧げ、愛する少年を救った。だが、悲劇は終わらなかった。死という名の茨は少年の体を蝕み、決して話そうとはしなかった。永遠の孤独の中、少女は少年の運命を知り、絶望を共に闇の中に消えた。エクスプレイズ、ロストメモリーズ。青き記憶が目を覚ます。